はい、どうも皆さん、こんにちは、カンタです。今日はダルセレの選手が全員出揃ったということで、全選手のおさらい能力予想をしていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まず本題に入る前に第6回プロスピ交換会の結果を見ていきましょう。お願いいたします。さあ、ラストの交換会の結果です。お、1人目デスパイネ選手、結構貴重なんじゃないでしょうか。2人目和田選手、ソフトバンクがどんどん来ています。3人目オグレディ選手ということで、交換会はこんな感じでした。では本題のダルセレの紹介に移ります。ということでやっていきます。まずは楽天セギノール選手、楽天版では初めての登場になります。2008年は出場試合が少ないためないと考えていましたが、ダルビッシュ選手がリプで査定年度を聞いているため、2008年の成績で登場すると考え直しました。39試合の出場ですが、打率3割2分4厘、ホームラン13本のため A 能力が期待されます。予想能力としてはミートから順に77、80、57とさせていただきます。守備の方は画像が訂正され、ファースト適正 D となりました。おそらく特殊で C が可能になるため、ファースト適正58になるでしょう。特殊能力の方には超パワーヒッターやプルヒッターが予想されます。続いてオリックス栗橋選手、こちらも新規の登場になります。おそらく1980年の成績で登場するでしょう。打率3割2分8厘、ホームラン28本のため結構いい能力が期待できると思います。予想能力としてはミートから順に81、78、70とさせていただきます。守備の方は画像からレフト適正 D が確定しており、リアタイで守らせるのは少し厳しそうです。弾道アーティストが期待されます。続いてロッテ渡辺俊介選手、こちらも新規の登場になりました。おそらく2005年の成績で登場するでしょう。15勝4敗、防御率 2.17 を記録しているため、かなりの能力が期待されます。予想能力としては9位から順に77、83、79とさせていただきます。球種の方はスライダーや高速シンカー、カーブなどがついてきそうです。貴重なアンダースローとして加工したい選手になるでしょう。続いて DeNA ロペス選手、2020シリーズ2まで排出されていたため、まだ手元にある方もいるでしょう。成績的には2017年の成績で登場が濃厚になります。打率3割1厘、ホームラン30本のためいい能力が期待できそうです。2018シリーズ1の能力を参考に、予想能力としてはミートから順に79、82、62とさせていただきます。守備の方はファースト適正 B、 限界突破でサードが期待できそうです。特殊能力の方には超パワーヒッターやプルヒッターが予想されます。続いて西武星野選手、こちらも新規の登場になります。おそらく2008年の成績で登場するでしょう。63試合に登板、防御率 2.38 を記録しているため、それなりの能力が期待されます。輸送能力としては9位から順に77、70、60とさせていただきます。球種の方はスライダーやカーブ、シュートが予想され、西スライダーに期待したいところです。左投手のため希少価値は高くなるでしょう。続いて広島黒田選手、画像の握りがツーシームになっているので、2015年の成績で登場が濃厚でしょう。11勝8敗、防御率 2.55 を記録しているため、そこまで能力も落ちないと思います。予想能力としては9位から順に76、80、80とさせていただきます。球種の方はツーシームスプリットに加えて、斜めのツーシームスラカットが予想されます。またダルビッシュ選手がリプで以前のものより強いと発言もしているため、さらに球種が強化され、リアタイで猛威を振るいそうです。登場に期待が高まります。続いて巨人マシソン選手、成績的には2013年の成績で登場が濃厚のため、過去の能力よりも強化されて登場するでしょう。63試合登板、防御率 1.03 と驚異的な成績を収めています。輸送能力としては9位から順に83、75、60とさせていただきます。球種の方はツーシームスプリット、大きなスライダーがあり、160キロを超えるストレートもあるため、リアタイ面でかなり強そうです。特殊能力の方には超剛速球が予想されます。続いてソフトバンク山本選手、南海ホークスのユニフォームを着ているため、おそらく1988年の成績で登場するでしょう。打率3割2分1厘、ホームラン21本、62打点を記録しているため当たり枠になると思います。輸送能力としてはミートから順に81、79、73とさせていただきます。守備の方は画像からメインのレフト適正 C となっており、弾道ラインドライブが期待されます。続いて日本ハム斉藤佑樹選手、2011年の成績で登場が濃厚でしょう。6勝6敗ではありますが、防御率 2.66 を記録しているため、それなりの能力にはなると思います。輸送能力としては9位から順に73、73、75とさせていただきます。球種の方はフォーク、縦スラなどが予想され、チェンジオップペースかツーシームのどちらかがつくでしょう。限界突破で中継ぎも可能になると思います。
続いてヤクルト杉浦選手、おそらく1985年の成績で登場するでしょう。打率3割1分4厘、ホームラン34本、81打点を記録しています。杉浦選手は2017年の OB で登場経験があり、それを参考に予想能力としてはミートから順に79、80、67とさせていただきます。守備の方は画像からメインのセンター的正 C となっており、限界突破でレフトファーストが可能です。特殊能力の方には超パワーヒッターやプルヒッターがつくでしょう。続いて中日落合選手、メインがサード適正となっているため、過去に登場したものとは違う年度の査定です。1989年の成績で登場になります。打率3割2分1厘、ホームラン40本となっているためパワー型になりそうです。予想能力としてはミートから順に81、83、56とさせていただきます。守備の方は画像からメインのサード適正 C となっており、限界突破でファーストが可能になりそうです。特殊能力の方には超広角打法がつくでしょう。リアタイの目玉選手になると思います。続いて阪神バース選手、こちらは年度月でツイートされ、1985年の成績で登場が確定しています。打率3割5分、ホームラン54本となっているため、こちらもパワー型になりそうです。予想能力としてはミートから順に85、86、56とさせていただきます。守備の方は画像からメインのファースト適正 C となっており、過去のバース選手より守備適正が上がっています。リアタイで使いやすくなったと言えるでしょう。特殊能力の方には変わらず超広角打法、アベレージヒッターが期待されます。続いて日本ハムダルビッシュ選手、今年は2009年の成績で登場が確定しました。こちらは能力が公表されており、9位から順に81、82、83となっています。今年は前道値が崩れましたが、それでも魅力的な能力と言えるでしょう。球種の方はまだ発表がありませんが、抑え適正 S が確定しています。リアタイで使える能力になるとすると、抑えにおけるのはかなりデカそうです。ダルビッシュセレクションの全選手まとめは以上となります。欲しい選手はどのくらいいたでしょうか。終盤に行くにつれて豪華発表になったため、最終的には魅力的なラインナップになったと思います。27日火曜日に能力発表、28日の水曜日に登場となるため、それまで引くかどうかじっくりと考えておきましょう。この情報が良かった方、ダルビッシュセレクションの登場が楽しみな方は、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて撮影している26日3時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で話した通り、 A ランク以上の敵は全て倒して進めている。自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。今のところコスト回復に Q エナジー使用している状況です。進みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はダルビッシュセレクションの能力が判明するということで、能力速報動画を上げる予定です。よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。